マジでありえない。その後なんて言われたの？寝坊したとかでしょ。AM と PM 間違えただって。もうやばいよね。めっちゃやばい。勇気と一緒じゃん。まあそういうところで可愛いんだけどね。おいおい、見れんか？いや、どっちで違う？ゆきちゃん、香川ゆきです。はじめまして。あ、とりあえずオレンジジュースでいい？はい。で、いつ別れた？え、だから、ゆきといつ別れた？1ヶ月前です。別れの言葉は？フルスピードで生きるのが。おい。ゆきちゃんには俺よりいい人が絶対にいる。ようこそゆき会。そう、私たち全員ゆきの元カノなの。同じ男に恋した私たちだから、なんかめっちゃ趣味合うんだよ。そうね。ちなみに1番、2番、3番の彼女ね。まあ、分かるって正解だよね。うん。今日は慰めてあげる。失恋の先輩としてね。皆さんはどんな恋をしてきたんですか？ごめん。また。別に。その T シャツ。もう、これセセリ可愛いでしょ。うん、可愛い。そっか。うん。ニワトリ。私にとっては可愛い声が分かったような声だったな。ねえねえ、見て。成長してる。どんまい、すず。ストラップニワトリなんだけど。友達と遊ぶ約束入ってんだよね。あれ？てな感じで喧嘩別れしましたとさ。だいぶ前に味はなくなってるのに、なんとなく噛み続けてるような感じの声だったわ。例えがお上手。ゆうきくん、記念日は覚えないよね。前世ニワトリなんだよ。確かに、やっぱり。あ、ごめん。ほのかの手って小さいよ。うん、本当に小さい。え？中身もニワトリか。やっぱ子犬じゃなかったな。まあでもトランプしてるみたいで楽しかったかもね。いやいやいや、ダメ男でしょ、確実に。ちょっと。ゆきちゃんはどう？例えるなら。今日はやめとこうか。待って。大丈夫だから。Thank you.
くない。ぽくない。ごめんね、花火大会。また行こう。結局、花火大会には行けませんでした。でも、別れて正解とかダメ男とか違う気がして。ごめん、言い過ぎた。ゆうきくんは素敵な人でした。そりゃそうだよ、私たちが一度は恋した男だもん。お待たせしました。オレンジジュース。そう、ゆうきの嫌いな飲み物。まあ厄除けみたいなもんよ。厄除け。では、新しい素敵な恋との出会いを願って、やばーい。例えるなら